幻想を止めなおかしな隠れ家、いや刹那景色だよ。コンティニュー、火曜日だよ。洗礼を受ける火曜日が始まったよ。もやもやする、地面があるよ、乗っかるよ、何も起きないよ。なんかなんて読むかわからないようなもんがあるよ。なんかめんどくさいからこのキャラクターやめるよ。よっしゃ、やっていきます。風船がある、だが割る。風船見つけたら大体割るような感覚を持ち主なんだね、女の子。よっしゃ、ビル。アンジェ、おはよう。ビル、おはよう。さあ、さっさとこの家を出ましょう。そうだね。ここ懐かしいし、居心地もいいし、もう少し痛い気もするけど。それはそうかもしれないけど、でもやっぱり帰らなくちゃいけないわ。うん、わかったよ。帰らなきゃあかんぞ、ベル。お母さん、お父さんが心配してるぞ。あれ？開かない。アンジェ、どうかしたの？開かなくなっているの。え？ちょっと、貸してみて。ぐぐぐぐ。あ。え？力を入れすぎたみたい。ドアノブが取れちゃった。そうか、ベル、お前この家にずっといたいから、ドアノブを簡単に取れやすい、壊れやすいようにクッキーで作ったな。なるほど。そうして出られるようにして、ここでずっと住んでいこうという魂胆やな、ベル。やるな、お前。ここまで考えてお菓子の家で作ったんじゃ。なるほどな、考えられとるわ。ここでずっといたいんや。どうするのよ。落ち着いてよ。よっしゃ、計画通りって感じなんやな、心の中じゃ、ベル。今そもそもこの扉打ち付けられているみたいだ。ドアノブがあっても開かないよ。自分がドアノブ壊れやすいようにしたことを隠すような発言をしたぞ。そんな、まだ なら窓から。打ち付けられとるやん、木打ち付けられとるやん、内側から。内側からなか、外からは分からんけど、まあ打ち付けられとるな。まあでも、そんな、これもベルの思惑通りか。誰か業者に頼んで、誰かに協力頼んで、外側から打ち付けたか。犯人はベルか。一体誰があんなことを。お出しと寝てる隙に。どうしましょう、このままじゃ出られないわ。多分ベルが打ち付けようんだろうな、外側から。誰かに頼んで、もうちょっとここにいてほしいってことさ。ベル、今喋った？うん、何も言ってないよ。僕たちはここにいるのさ。誰だ貴様は、って見たことあるな、お前。なんか導入の部分で見たことあるようなのが出てきたぞ。僕の名前はエリック、この家の妖精なのさ。あ、名前違った、違う妖精出てきた。何をあんた、よくわからないけど、イライラするわ、その喋り方。イライラする喋り方だったんだ。じゃあ、おい、イライラする喋り方で読む、こいつのセリフ。うおっほー、わじはどうしてここに来てたと思う？わ、イライラする。自分で言おうってイライラするわ、これ。なんで私の名前知ってるのよ。それは昨日、ずっと君たちの話を聞いていたからなのさ。ストーカーや。完全に変質者や、これ。僕だけじゃない、みんなね。わあ、一体だけでもややこしいのに5体もおる。言ってることがよくわからないんだけど。あ、でもベル、もしかして繋がっとんじゃん、こいつらと。こいつらに外から、貼り付けてもらったんじゃん、木の板を。そうか、妖精やけんカビすり抜けるぐらい可能やな。こいつらだったら外に貼り付けておいて、朝になってこう中に入ってくるのは可能やな。そうか、ベル。ごめんなさい。うふふ、みんなアンジー様のことを歓迎してるんです。無口なやつおる、一人無口なやつおるぞ。ねえアンジー、出られないならさ、僕たちと一緒に遊ぼうよ。そうね、少しだけならいいわよ。
で、何して遊ぶの？麻雀？何？お金かけ合って麻雀するの？私、麻雀得意よ。この前なんかね、ビル相手にね、国士無双5回ぐらいやったわ。私強いわよ。あんたら舐めるんじゃないわよ。ちょっと、アンジ、僕が国士無双で5回ぐらい負けたってことを言うのやめてくれ。恥ずかしい。じゃあさ、こっちにおいで、アンジ。やったー、アンジ様、アンジ様。なんで様好きなんだ。こいつらにとってアンジは何者なんだ。待てよ、アンジのことをアンジ様って言うってことはさ、俺のことはもう王子っていう立場でいいんじゃないか。弟だもんな、ビル。くそ、アンジと二人きりで追いたかったのにみたいな顔してる。くそ、あいつらアンジを取りやがってみたいな顔しとったな。けど妖精と遊ぶからな俺。私、妖精と遊ぶからね。麻雀するからね。アジ様、アジ様、完全にハグ様みたいな感じの言い方。ラララン、優雅にダンスなのさ。あれ、あそこにいるのは誰だよ。あそこにいるのは誰だよ。気になるやないか、お前。何を私のわからんところで誰かを見つけてるんだ。誰かを捕捉してるんだよ。気になるじゃないか。おっと、ラブラブチュッチュやってるね、君たち。もう泣かないの。アンは泣き虫だな。だって、なんで泣いてんだ、こいつ。さっきまで泣く展開なかったぞ、お前。誰かが泣かしたみたいになってるやん。ふっ。こいつ気取ってやがる。なんか変なの、俺。やばい。ポーターガイスト的なやつがおるぞ。え？アンジェにそっくりやん。アンジェ言ったやん。今はさらっとアンジェ言ったよ、今。うふふ。緑のアンジェじゃ。そうか。この、これまで使い寄ったアンジェがシャア専用なんじゃ、赤い剣。で、こっち量産型のザクなんじゃ。量産型の方なんじゃ。一般兵のやつなんじゃ。あ、一般兵用のアンジェと、シャア専用アンジェなんじゃ。なるほどな。なわけあるか。よう見たら全然アンジと髪型違うやん。目つきも若干違うし。ごきげんよう。ご無沙汰しておりますわ、アンジェ。まさか、紳士や？新しい役ができたや。てか知り合いなんじゃ。この知り合い透けてますけど。知り合い、半透明に透けてますけど。私のことを覚えていてくださったんですね。嬉しいわ。紳士や。幽霊ポケモン。あんた、なんでこんなところに。なんですの？こんなこと、あるわけないわ。だって、シンシアは。シンシアは？あ、ベル出てきた。どうしたの？アンジェ。あ、ベル。ねえ、ベル。シンシアが。シンシア？そ、そんな。どうしてシンシアが出てくるんだよ。あ、あいつはもう、死んだじゃないか。だから半透明でふわふわ浮いてんのか。あら、ベルンと、ご挨拶ね。相変わらず最低なやつ。さらっと最低なやつ言ってるやん。ベルンと、お前。シンシアに対して何やったん？なんだ、パンツ盗んだりしたん？そうね、確かに死んだわ。でも、私、幽霊ですの。うん、見たらそんな気はしとったわ、俺。はは、やばい。この二人の目つきがうさみちゃんみたいな感じになる。謎を解いた時のうさみちゃんみたいな顔になってね。もう、こういう時のアンジェは、こういう時のアンジェは、アンジェ目つき悪いの呼ばれるからな。なんで、シンシアなんかが。うふふ、アンジェともまた再会できて嬉しいわ。あ、ベルはどうでもいいんだ。ね、アンジェ、もう話さなくてよ。チョコレートのような愛で作ってあげますわ。ゆる系お嬢様じゃ。こんなことって、シンシアは、ああ、死んだだけでこんなに反応するか。アンジェが殺したみたいな感じになってるやん。アンジェが殺したのに、殺したはずなのに、みたいな感じになってるやん、アンジェ。黒目つき。過去何があったんや、お前ら。逃げ出さないと言ってるやん。シンシア、そんなに注意人物なんか。あ、
なんで？開きなさいよ。何があったん？ねえ、アンジェ、外で出られないんでしょ？何か知ってるの？まさかベルト、グルなのか、お前ら。ねえ、アンジェ、聞いて。あなたはね、大工の意識で閉じ込められているの。意志で？まさかベルの意志。ベルの意志がちょっと暴走しすぎてこんな事態を起こしてるのか、ポーターガイストなのか。閉じ込められて。アンジェ、あなたは土曜日までにここを出なくちゃいけないわ。出ないと大変なことになるもの。書いとったな、なんかカレンダーに。土曜日に死ぬみたいな感じのこと。それか。土曜日？どういうこと？ってことはシンシアが出てきたんか、洗礼的な感じなんかな。洗礼のシンシアなんかな。ですからね、私のアンジェ、再会のお印にこれをあげる。お、鳥？幸せな青い鳥？時計の中に住んでいる罪を背負ったかわいそうな灰色の小鳥。小鳥はパンくずを欲しがっているの。だからパンくずってあったんじゃ、ゼロパンくずって。ああ、これが1パンくず、2パンくずってなったら、こいつに食べさせてあげることができるんじゃ。パンくず？この缶がいっぱいになるくらいパンくずを集めてくれたなら、小鳥があなたをきっと助けてくれるわ。罪を背負っとるのに。罪滅ぼし？あれ？シンシアを襲ってくるわけじゃないのかしら。襲ってくるっていう固定概念にとらわれとんか、アンジェ。シンシア何者やねん。アンジェが解放されるために、私もできるだけ協力してあげたいの。だから、パンくずを集めましょう。他に頼る術はないし、シンシアの言う通りにするしかないわね。パンくず、ね。昨日までは持ってきたんだけど、鳥に食べられちゃったのよね。さっきの部屋に戻りましょう。妖精がないか教えてくれるかもしれませんわ。完全にベル置いてきぼりにされとるな、これ。ベルがさ、いながらいないような扱いされてるやん。で、シンシアがやたらべったりくっついてくる。シンシア、一歩後ろのマスにおればいいのに、なんで同じマスについてくるんや、こいつ。なんなん、こいつ。あと、幽霊らしくなんか知らんけど、ゆっくりやし。追いかけて聞かれた方が若干青鬼チックやし。ピャンパンパンって感じやし。妖精か。なんかおるよ、鳥。カゴから出てきとるよ、いつの間にか。あ、カラスか、こいつ。くぅくぅ交換屋だよ交換だよ交換屋？何を交換してくれるの？魂と引き換えに、目を、神髪の目を交換してくれるとかそういう話じゃないだろうな。お前、リュークか。くぅ、おいらの拾った掘り出し物だよ。今日は森でパンクスをたくさん集めたんだ。ピンポイントでパンクス持ってきやがった、こいつ。なんなん、お前。パンクス？それ、私の落としたものじゃないかしら。くぅ、パンクスを落として交換できるよ。それを今日は、おいらの 大好きな光物をくれたら交換するよ。はぁ？考えておくわ。お菓子と光り物ね。そこら中にあるやろ、お菓子。そこら中にあるぞ、お菓子は。もう、見渡す限りお菓子なんやけど。あ、でも、ベルが怒るんかな。これ、勝手に、この椅子とか外してあげるわ、みたいなこと言うてたら、ベル怒るんかな。でも、もしかしたらこれ、ベルが起こした事件かもしれんしな。ああ。あ、なんだ？アンジェ、お願いがあるのさ。どうしたの？僕たちはこれからお茶会のパーティーをしようと思ってるんだけど、誰がどの席だったかすっかり忘れちゃったのさ。そんな俺が分かるわけないやろ。そんな聞かれても。だから助けてほしいんだ。え、そんなこと言われても、そんな私だって知らないわよ。S にみんなの名前が書いてあるのさ。でも僕たちは妖精だから文字が読めないのさ。そんなこと言ったってね、文字ぐらい読みなさいよ。本当だよ。妖精だったら通訳とかそういうことができる魔法とかないのか。アンジェ、ここでここの子のお願いを聞いて、お礼にお茶会をいただいたらどうかしら。パンくずを集められてましてよ。こういう感じでパンくず集めていくゲームなんか。
もちろんお茶会をあげるのさ。アンジ手伝ってほしいのさ。お茶会、お茶菓子か。お茶会をあげるって何なんだなと思ったら、お茶菓子やよみたいな、これ仕方ないわね。あんたエリックだったわよね。お茶菓子苦いね。ありがとう。名前書いとんだこの椅子に。ノア。あ、これ名前だったんだ。だ、なんて読むこれ。ダーリン、ダーリン。ダーリン、夫？夫なのがダーリン。エリック。アン。なんて読むんだこれ。マッセン？マス、マス、ま、わからん。オリ、オリビア、オリビア。オリビアか。なるほどね。どうもありがとう、アンジェ。何もしてないわ。俺呼んだだけじゃ。しかも読めんやつはあったけど、それでいいのか。そんなでお茶菓子くれるの。もういいわよ。エリック、お茶菓子お願いね。アンジェ、この子を連れていくの？いいかなー。え、なんだこれ。連れていく、連れていかないって。あ、椅子まで誘導する感じなんじゃ。こいつなんて名前だったっけ。エリックだ。つまりエリックとかをこれ、ああ、なるほどな。これを接近連れて行ってやらなあかんのじゃ。連れて行って、つまりこいつが、お前エリック来い。分かったのさ。若干今離れたろ一瞬で。これをこう誘導しておいて。そこじゃないぞお前。よかった、通り過ぎたわ。ここじゃ、お前はここじゃ。うん、ここ座らせる。分かったのさ。よし、座ってないなお前。椅子の上でおるな、飛んどるな。座ってるとは言わないなお前。お前なんて名前。ふ、名前言えよお前。カラマツか。お前おそ松さんのカラマツタイプの人間か。どうなったら普通に戻るんだろうが。マッシュ怖いの。あん、マッシュ怖い、嫌い。あんって名前がこいつ。ちょっと待ってな。あんってどこだったっけ。あんどこやったっけ。オリビア。あん、あ、これがあんか。あとこれマッシュって読むんじゃん。なるほどな。で、連れて行って、来いや。ここに座らせる。おし。半信半疑や。返事したなこいつ。こいつ何でもね、わからん。待てよ、マッシュは協調性が足りないしって感じでね。さっきのカラマツみたいなやつじゃないんか。これこいつマッシュって名前なんかな、この緑の服のやつ。とりあえず名前が確定しとるようなやつを。ついて、なんて名前だこいつ。てか席6つあるのに妖精5体しかおらんな。そういうもんか。エリックは席順を忘れるし、マッシュは協調性が足りないし、まあ、エリック座らせたけん、マッシュっていうか多分協調性が足りない右の上のやつだろ。じゃあこいつなんじゃ。じゃあこいつはなんじゃ。ほら見ていこう。ダーリンってやつがようわからんし。ノア、オリビア、マッシュ、ノアがこれか。で、こいつオリビアか。多分協調性はなさそうなこいつが。カラマツお前。カラマツがここじゃ多分。カラマツが。で、こいつがノアなんだな多分。ノアって。ちゃうわ。こっちで、なんか怖いな。これミスったらさ、この5体に妖精が全員襲いにかかってきてゲームオーバーとかいうならんちゃうかなって。ちょっと怖いけんセーブしとこう。でこいつがここじゃないかな。オリビア、これがオリビアじゃない。あー、しっくりくる、しっくりするしっくりくる気がするのさ。
アンジェ様、どうもありがとうございます。ふ、どういたしまして。あとったらしいな。じゃあ一番左の席なんなん、なんて読むかもわからんかった。はい、これ約束のお茶菓子スコーンだよ。スコーンを3つ手に入れた。どうもありがとう。うふ、アンジェ、最初はめんどくさそうだったのに、なんだか嬉しそうな顔ですわね。自分でも不思議なんだけど、なんだかこの子たちの嬉しそうな顔を見るととてもホッとするのよ。それがお姉さん気質ってやつだね。それは良かったわね。若干今嫉妬したな。お茶会席の混乱をクリア。もうこんな時間なのね。なんだかちょっとお腹が空いたかも。アンジェ様、アンジェ様、なんだお前、ハク様みたいな感じに言いやがって。アンジェ、出てきたベル、若干空気になり始めたベル、食べ物を持ってきたんだ。お前どっから持ってきた。これ水着物です。食べ物、この家に食べ物があったの。食べ物だらけだよ。さっき見つけたんだ。アンジェ様に喜んでもらえると思って一生懸命作りましたです。さあこれでパーティーを始めるのさ。チューズデー、おいしいねアンジェ。えへ、どうでもおいしいわ。みんなでよく食べると。みんな、それは楽しい楽しいパーティーなのさ。そろそろベースボタン、デザートタイム。今日のごちそう、火曜のごちそう、おいしいおいしい。お菓子に変わるのは、おいしくてごちそうされるのは、なんなんこれ。とてもそれはとっても品のいいあの子。え、妖精がおかしいなったんこれ。まさか品のいいあの子って、いただきますって言うたけど、もしそうだったらグロテスクだぞお前。妖精はおかしいに変わったぞお前。洗礼を受けた火曜日、灰色のことについてもっと知ることができたらよかったのだろうか。それともあの時の彼のあの言葉の意味を探っていればよかったのだろうか。いきなりブラックな話するんやめて。アンジェ、どう。何事もなかったかのようにパーティー終わるのやめてくれ。寝るんじゃアンジェ。その前に妖精からもらったお茶菓子をさっきのクラスのところで交換しましょう。おう、わかった。交換するわ。でもちょっと、収録時間すごい長引いてしまったけん、ここで終わりにさせてもらうわ。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。なんか若干グロテスクなシーンが見え隠れするけど、まあ大丈夫だろ。洗礼を受けた火曜日が終わったんだ。いや、正確にはもう終わりそうになってるんだけどな。いける。いけるよみんな。というわけで週明け。ベルはこの家にアンジェを連れてきて、一生ここでアンジェと二人きりで過ごそうと考えていたらしい。途中まではうまくいったんやけど、協力者である妖精五体が抜き駆けしてアンジェを奪っていくし、シンシアというイレギュラーが出てくるし、ベルンとの計画は失敗に終わるのだった。